日本人以上に演歌が好きで上手なテレサ・テンさん、さっきもおはようございますって大きな声で楽屋に入ってきました。明るい性格で周りの人たちに可愛がられています。あの初めてですね、この番組。はい、はい、ちょっと今日本語引っかかりましたけれども大丈夫ですね。歌は大丈夫、私は大丈夫です。ああ立派なもんですね。テレサ・テンちゃんです。Good evening, ladies and gentlemen. Thank you. 彼女英語が得意なんで、私もちょっと英語でインタビューしてみたいと思います。I've heard that you have been abroad for 2 months. Yes, two months. Where do you travel around? I've been to Hong Kong and South Asia. Oh, South Asia. Yes. かいつまんで申し上げますと、そもそも彼女が日本へ来たのはお医者さんを探しにいらっしゃった。こうおっしゃってます。また。It's very hot in winter. Yes, it's summertime now. Summertime now. Yes. なんで探しに来たっていうと、デベソを直したかった。どうしてもひどいデベソで、これを直すのには日本でいいお医者さんがいらっしゃるんで日本に来たということでございます。So there, everybody's swimming now. Yes, can swim. Yes. I see. It's very good. Japan is very cold. Very cold. かなりひどいデベソだって自分でももう嫌になっちゃう。どのぐらいのデベソか聞いてみたいと思いますが、For sightseeing? I came here? No, for work. 3センチくらい出てるんですよ。ひどいですね。歌はどんな歌を今夜は？新曲、ふるさとはどこですか？ふるさとどこですか？台湾です。あ、そう、どこの町？いい町です。あ、どこの町ですか？台湾です。あ、そうです。なんて曲でしたっけ？ふるさとはどこですか？